田村智子さん日本共産党の田村智子ですえ情報通信技術の発展を行政手続きに活用していくそのこと自体に反対するものではありません個人情報保護などに十分配慮し真に国民の利益になる方向でどう進めていくのかこれは慎重な検討が必要だと考えていますその点でこれまでの政府の取り組みまた本法案とも問題が山積していると言わざるを得ません まず本法案によってマイナンバー通知カードが廃止されます。マイナンバーカード、これ IC カードですね。この普及を一気に進めるためだ またえ、転居時等における記載事項変更の手続きが住民および市町村職員の双方に負担となっているからだと、これはの午前中の質疑でも、えー、答弁があったところですあの、通知カードっていうのは全国民に送付されていますのであの、転居をする際、その自治体から、あまあ、転居する際は、ですね必ずその通知カードに記載された住所の修正が必要になってくる、ところが、持ってきてないとか、え紛失したなど、 役所ででの手続きが混乱しているっているうご答弁なんですよねあの通知カードの送付は年ですで第、えー、あ通知カードの送付を決めたのは、2013年、第二次安倍政権になってから、すでに国会に提出されていたマイナンバー法案をわざわざ修正して加えられたものなんですね。当時の甘利大臣は、通知カードはすぐに送付できる、よりのよいものにしようということだという答弁をされています。 免許証などと併用をすれば、本人確認もできて、通知カードだけですぐにマイナンバーを使えると、こういう趣旨の答弁だと思います。ところが、送付時の未配や誤配、そしてその後のこうした混乱などですね、より良いどころか、国民や自治体に不要な負担を押し付けているんじゃないかと、こういう現実をどう認識されているのか、まずお答えください古賀総務大臣政務官、お答え申し上げます。 このマイナンバーカードでございますが、このマイナンバーの確認と本人確認を1枚で行うことができるカードということでございまして、このマイナンバー制度の利用に重要な役割を果たしていると、このように認識しておりますし、またこの IC チップに搭載されました公的個人認証によりまして、非対面での電子的な本人確認を確実に行うことを可能とするものでございまして、この Society5.0。 時代にふさわしい本人確認ツールだとまあこういうふうに認識をいたしております。まあ、従いましてまあ引き続きましてこのカードの活用場面を増やしましてその利便性や安全性を国民の皆様方にご理解をいただくことによりまして多くの方にカードを取得して活用していただけるように、えー、努めてまいりたいとまあこういうふうに考えているところでございます。以上でございます。田村智子さんあの。お聞きしたのはね通知カードの廃止の方なんですよね。通知カードの方。あの当時ね政府の担当者は 解説書でね、えー、当時の政府の担当者、えー、通知カードを導入した理由について、国民が防止しにくい、まあ、なくし紛失とかね、なくしてしまわないようになると、で申請書などへの、えー、個人番号の記入の利便性等を挙げています、また、マイナンバーカード発行を全国民には義務付けなかった。 それは厳格な個人確認の必要性から、役所の窓口での交付としているので、全国民が役所に出かけていって、この交付を受けるという、これはね、義務付けをするのは無理だと判断したと、これ、マイナンバーカードの制度発足時のですね、政府の担当者が、法解説書の中で書かれていることなんです。ところがですね、通知カードの送付からわずか4年足らずで、 今度はマイナンバーカードを国民に普及させるためだとして、通知カードは廃止だというと、こういうやり方はまさに朝礼誤解だと言わざるを得ないと思うんですが、この通知カードの廃止のことについて、いかがでしょうか小賀政務官。この通知カードについてでございますけれども、これは平成27年10月のマイナンバー制度の施行後、国民の皆様にマイナンバーを速やかに通知をするということ。 それから施行後、まずは必要となる職場等へのマイナンバー提示の際に、マイナンバーを証明する書類として導入をしたところでございまして、マイナンバーカードの取得を義務付けることが難しいということで導入したわけではないということはご理解いただきたいと思います。この通知カードでございますけれども、この制度の円滑な導入のための役割を果たしてきたところではございますけれども、その記載の正確性を維持するために、この ご指摘のとおり、えー、転居等の際は、市区町村の窓口で記載事項を変更する必要がございまして、まあ、これが住民、市区町村職員のまあ双方に負担となっているとして、まあ、見直しが求められている、まあ、こういった状況にあると、まあ、こういうふうに考えているわけでございます。まあ、併せましてこのの社会のデジタル化を進める観点かかららは、まあ、紙製の通知カードから 公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を促進していくことも重要であると、このように考えておりますので、こういった状況を踏まえまして、通知カードの新規発行、そして記載実行変更の手続き等をまあ廃止させていただくと、こういうふうにしているところでございます、以上でございます智子さん通知カードっていうことでね、より便利になるんだとか、より良いものにこのマイナンバーの制度がなるんだって言ったんですけど、そうならずにむしろ混乱を生んじゃったんですよ。 本当になんていうか、見切り発車でね、いろんなことをやってるために。不要な負担が押し付けられてるってことの一例なんですよね。であの当時、甘利大臣はね、こうも言ってるんです。通知カードを。 番号カード、つまりマイナンバーカードに変えるのは、法律で強制的に全部やりなさいということを言っているわけではないですよねと、それで不便を感じない人は変えないのかもしれません、不便を感じる人は変えるのかもしれません、ただ、奨励策として、1枚のカードでいずれにしても済んでしまうということでありますから、これはそうした方が、保管や携帯上もいいんじゃないかと思っておりますというご答弁だったんですよ。1枚でで済むとということが便利で だからこれで奨励されていくんだと。ところが、あの、先ほども質問あったとおり、全く普及が進んでないわけですよね。ということは、国民の側にはマーー、マイナーバーカードを持ちたいという要求が、希薄であると。国民にとっては切実な必要性も緊急性もないと。まあ、むしろですね、個人情報の流出のリスクから持ち歩きたくないという国民が、少なくなくいるということも、今、表れていると思うんですよ。ところが、今国会では、 この法案だけじゃありません、健康保険法や戸籍法まで改定して、いわば何が何でもマイナーバーカウントを普及しようっていうふうに進めていくわけですね。で、こうした施策は、それぞれに相当な費用もかかります。無理に普及すれば、個人情報漏洩のリスクも高めることになると、私、言わざるを得ないと思うんです。 で先ほどからあの清水議員も費用対効果のことについてあの質問されてたと思うんですけど、共感するところが多々ありました。えー、2018年5月、内閣官房、えー、番号室と IT 総合戦略室が、費用対効果についての取りまとめを行っています。でこれ、システム経費は、初期投費で2700億円、維持費で300億円としているんですけれども、この中には自治体で新た,に新たな業務に必要となる人件費だとかね、 マイナンバーカードそのものの発行費用というのは含まれてないわけですよ。一方、効果の方はどういう資産か、行政機関の事務軽減で1798億円、国民事業者への効果は2629億円っていうふうにしてるんですけれども、これはパソコンやスマホを使ったそのマイナポータルですね、この活用が目標となる姿になった時の想定額なんですよ。 じゃあ現状どうかっていうと、マイナンバーカードの普及率は今年3月時点で12.8%とで、4月21日の東京新聞の報道を見てみますと、東京都杉並区でのマイナポータルからの届け出件数は、システムが始まった2017年11月以降で3件しかない、目標となる姿からはかけ離れた実態なんですね。 でその上ですね、これあの、えー、今後出てくる問題ですけれども、20歳未満でマイナンバーカードの交付を受けた人は、交付後5回目の誕生日を迎えると、カードの更新が必要になりますで、必ず本人が役所に行かなければならないので、子どもさんの場合でしたら、保護者が一緒についていかなければならないでしょう。 で二十歳以上の場合も、10年で更新が義務付けられているので、やはり必ず本人が役所に行って更新が必要になると、そうするとあのマイナンバーを持つことの利便性よりも、煩雑さの方が大きいんじゃないだろうかと、これでは普及率が、ね、上昇するのかどうかというのは、極めて危ういというふうに思うんです。でこの法案では、国は情報システム整備計画を持つことになります。 でシステムを利用して行う手続きや事務の簡素化、合理化、これ、義務付けられているんですけれども、費用対効果の検証については、法案の中でどこにも規定されてないんですよ、なぜそのことを求めないんでしょうか時,時沢内閣官房内閣審議官、えー。情報システムの整備にあたりましては、その計画段階からその費用対効果の精査するということは非常に重要でございます。このため 本法案に基づきます情報システム整備計画の中の情報システム整備に関する基本的な方針におきまして、費用対効果を踏まえた情報システムの整備について位置づけることを予定をしております。で、情報システム整備計画の策定を通じまして、内閣官房におきまして、費用対効果を厳しく精査をし、費用対効果が見,を見合うもののみを計画の対象とする予定としているところでございます。で、策定に当たりましては、民間企業の出身で,であります政府 CIO の下、 官民の情報システムの開発や整備を現場で行ってまいりましたエキスパートであります、政府 CIO 補佐官を活用して、費用対効果を厳しく精査するとともに、クラウドの活用等の情報システムの共有化、現在検討を進めている予算の要求から、執行までを通じました年間を通じたプロジェクト管理、こういったことを通じて、最大限費用対効果が出るような取り組みを進めてまいる予定でございます田村智子さん。だったらね、見込まれる効果で計算しちゃだめですよ。 現実にどうかって毎年毎年、ちゃんと費用対効果出すなんてのは当たり前のことじゃありませんか、どこが厳しい費用対効果の検証なのかと、これ言わざるを得ません。え次にですね、今国会は、戸籍事務の合理化のために、戸籍法改正案も提出されてて、え戸籍をマイナンバーに紐付けして紐付けしようとしているんですね。 でこの戸籍関連情報というのは、例えばあの配偶者がいるのかとかね、で誰が配偶者かで、親子関係、婚姻の有無、犯罪歴など、本当にあの身分情報が、えー、あの本当にあのセンシティブな身分情報なんですけれども、これをデータベース化して、マイナンバーでこうした戸籍情報を引き出せるように、システム整備をしようというものなんですね。 これはの今後5年程度をかけて実用化を目指すとされているんですけれども、あのこれまでの法務委員会の質疑を見てみますと、法務省はどのような規模のシステムになるのか、また予算がどれぐらいかかるのか、費用対効果がどうなのか、これら答弁を避けておられます。一方で必要性の方はどうなのか。 例えば、あの児童扶養手当の支給をこう申請する場合には、その方が本当に、あのつまり、あの配偶者がいないかどうか、これ確かに確認にしなければならないんですけれども、そういう身分情報の紹介っていうのは、戸籍等で確認することとされていて、自治体では住民票であるとか、その自治体が持っている情報で確認しているってのは、これいくらでもあるんですよ。自治体の事務の合理化。 住民の利便性費用の節約になるのか、非常に会議的だと言わざるを得ないんですで。このシステム構築にいくらかかるかわからない。節約できる費用も明確ではない。このデータベースがどのように使われるかもよくわからない。ところが、システム構築だけは先行して法律で決めてしまう。これでは、費用対効果明確とは言えないと思いますが、いかがでしょうか。 時澤内閣審議官。 情報システムの整備に当たりましては、先ほど申し上げましたから、その計画段階からその表体効果を精査するというところが重要でございますが、現在、各府省がそれぞれの予算に基づき、バラバラに調達しておりまして、政府全体として IT 投資の最適化が書かれていないということもございますし、また情報システム部門を支える人材が不足しているといった課題もございます。でそこで本法案におきましては、閣議決定でございます、情報システム整備計画に基づいてシステムを整備する、 することとしておることによりまして政府の横断政府横断的かつ計画的なシステムも可能としまた内閣官房が計画を策定することで民間企業の出身者であります cio 政府 cio や、えー、政府,、えー、府 cio 補佐官といった専門人材の活用も可能となりますこうした点に加えまして、えー、現在予算調達のサイクルをプロジェクトの計画段階である予算要求前 プロジェクトの具体的段階、具体化段階である予算要求時、詳細使用の検討段階である予算執行前、この3段階に分けまして、各段階に応じた検証を行う年間を通じた管理を仕組みに変更することも現在、検討しております。これらを通じまして、費用対効果があいまいなままシステム整備をしているとの疑念を生じることがないよう,な取,りなないよう取り組みを進めてまいります。 田村智子さん、まあ、そもそもどういう利用するのかもよ分からないままね、費用対効果が本当に検証できるのかってことなんですけどこれ、大臣にもお聞きしたいんですね、本当に現時点で利便性が向上しているのかと、現在、住民票や印鑑証明のコンビニ交付の導入を理由に、自治体の自動発行機がどんどん減少しています、自治体としては、コンビニ交付との二重投資を避けるっていう理由なんですけれども、一方でコンビニ利用も進んでいないと。 で役所の窓口は、自動発行機が少なくなっちゃったので、逆に窓口が混雑して、たくさん待たされてしまうと。で、こういう実態があるので、荒川区ではね、7台ある自動交付機撤去しないんだと。で、報道によれば担当者は、利用者が多いと、撤去することに区民の同意が得られないと、こう説明をしているんだと言います。またね、健康保険も番号連携、今行っているんですけれども、この健康保険は、社会保険診療報酬支払基金と、 国保中央会、それぞれ中間サーバーを設けて情報連携をしています。この費用負担について、そもそも中間サーバーの費用が高すぎるという批判が出ていて、憲法連からは厚生労働省に5月に要望書が出されています。現段階では、憲法組合の業務効率化につながらず、具体的なメリットが享受できない中で、 運営費を負担しなければならない状況に、すべての憲法組合が不満を持っていますと、ここまで書かれているわけですね、あのマイナンバーにそもそもさまざまな情報の紐付けすることは必要ないんじゃないかと、私たちはだからマイナンバーに反対をしてきました、それぞれの行政でそれぞれに番号を振って、そこでシステムはこう動いてるわけなんですよね、紐付けしようとして、むしろ無駄なコストと手間がかかってるというのが実態なんですよ。 こういう実態に照らして、計画段階から本当に費用対効果があるのか。検証すること、これに、ね、義務付けることこそ必要だと思いますが、大臣いかがでしょうか。平井国務大臣。あの計画段階から、その費用対効果を精査することは。非常に重要だと思います。まあ、そして、あの。このシステムに対する考え方も、やっぱり所有から利用へ。クラウドにするとか、まあ、いろんな形で。 そのこれからあの内閣官房にシステムの予算調達の一元化によってスマートな調達をしていきたいというふうに思います、まあ、それとあのさっきからいろいろこう費用対効果の話があるんですがあのこの国はですね要するに名寄せコストが世界で一番かかってるわけですだからそのマイナンバーマイナンバーカードというものを導入せざるをえない状況になったということも ご理解していただきたいのは、現時点において、われわれの名前の読み方は、要するにどこも交渉してないんです、公に明かしてない、つまり名前の読み方が確定していないという、すごい弱点を持っている状況の中で、この番号というものを国民に持ってもらったというのは、本人確認によるやっぱりセキュアな社会をつくるという、これはもう、この国全体の大きな、まあ、財産になるものに向かって、 挑戦をしていいるとととうことだと思いますでマイナンバーに関して言えば、これはもうはっきりと法律で連携できるのは税と社会保障、まあ、今回災害とかいろいろありますけど、これはもう本当に限定されていて、例えば健康保険証の今回のオンライン資格確認というものも、マイナンバーは使わないわけですから、要するにそこに入っている IC チップと、 要するに健康保険証のデータをつなぐと、つまり医療機関においてはそこでマイナンバーを預かるわけでもないわけです、このようなところがちゃんとあの理解していただければです、ね、もっとマイナンバーカードの普及が進むし、この国の一番脆弱な本人確認機能というものをここをきっちりやればです、ね、全体のシステムコスト、社会全体としてのシステムコストは 大幅に下がることだけは間違いありません、まあ、ですから、ここは生みの苦しみの部分も含めて、まあ、私はやっぱり進めていかなきゃいけない、えー、大きなチャレンジだと考えております田村智子さん。 本当にあらゆる情報の紐づきけが必要なのかということでね、ねさらに聞,いてみ聞きたいんですけれどもね、今回の法案で、国外転出者がマイナンバーカードを利用できるようにするためだとして、戸籍の不評の記載事項に、えー、氏名、住所、生年月日、性別という4情報と、えー、住民票コードを追加して、戸籍の不評ネットワークを構築することとしているんですね。 あのこれ、国外転出者のためとしていますけれども、すべての国民の戸籍の不評に住民票コードなどが書き込まれることになるんです、この不評っていうのは住民票の移動など、つまり住所履歴が全部書かれたものですね、で一方、あの先ほど指摘したように、戸籍法改定によって、今度は戸籍の副本。 これ、自治体が持っている戸籍の記載事項がすべてバックアップされていて、これ、オールジャパンで国が一元管理しているんです、一元管理するんですね、この戸籍の副本のデータベース化を行い、全国で参照できるようにしようとしているんです、またマイナンバーとの連携によって、こうした身分関係のデータベースも構築しようとしています、でこれ、どのようにあの行っていくのか、すべて政令に委ねられているということなんですね。 で法務省の検討会の報告では、住民基本台帳と一対一対応となる不評を利用するとしています、えつまりは、不評にこの四情報と基コ行動を追加するとしている本法案の改正を前提に行われていくことになるんじゃないでしょうか向井内閣審議官。お答えいたします。えー、あの不評を おに基本4情報が先生ご指摘のとおり、記載されるという法案が、まあ、あの法務委員会に、えー、審議されていると思いますが、あのあのマイナンバー制度におけるすす、ね、情報連携、これ自体はです、ね、あのマイナンバーそのものではなくて、マイナンバーをです、ね、暗号化した情報提供個人識別符号、これは各機関ごとに違います、あの税なら税、年金なら年金ごとに違う符号がございまして、 この符号でですね、あの個人情報をやり取り仕組みとなっております。であの戸籍のですね、マイナンバーの紐付けと申し、あのというふうに、あの。ご質問されましたけど、あの戸籍そのものは、あのマイナンバーそのままの使わないということでございますので。使うものは、この、えー。法務省がも、もと情報のですね、連携に使う情報提供用個人識別符号というものを使うということになります。で、この。えー でこのマイナンバーを直接保有しない法務大臣におきましてはです、ね、この個人情,情報提供用の個人識別符号をです、ね、取得しないといけないということになります、これは総務大臣が取得することになりますが、あこれはです、ね、あの通常ですとまあマイナンバーがです、ねマイナ本、マイナンバーで,です、ね、あの個人識別符号を取得するんですが、法務大臣は所有しておりませんので、本籍地の市町村がマイナンバーの代わりに、えー、戸籍の扶養に記載されます。 氏名性別、生年月日、住所を地方公共団体情報システム機構に通知することによって取得する仕組みとなっているということでございます田村智子さん。答弁が非常に分かりにくいんですけど、つまりね、戸籍のデータベース化をしようとすれば、何らかのナンバリングが必要で、そのナンバリングの動機づけとなるのが、この不評に対するナンバリングなんですよ、これあの、事前の説明でそういう説明私たち受けてるんですよ。そうするとね 新たに構築される戸籍の副本のデータベース、これね、すごい情報になるんですね、1億数千万人、すべての国民の出生、誰の子供なのかで、着出子か、非着出子か、実子か、養子か、あるいは結婚の結婚、誰と結婚してるか、離婚したのか、誰を産んだのか、犯罪歴、こういう情報、全部保管することになるんですよ、データベースで。で、その具体化というのは、この戸籍の不評を個人認証の基盤とすると。 この本法案の改定と一体不可分で行われていることになる、これは事務方、私たちの事務所への説明で認めているわけなんですね。ところが、この個人、えー、と戸籍の不評についてのね、改正については、これはあの国外転出者によるマイナンバーカードの、えー、いや個人、えー、公的個人認証の利用関係の改正だと、これはね、私はね、あまりに不誠実な説明だと思いますよ。もっと使われるのは、戸籍のデータベース化の方ですもの、海外に出た人が使うよりも。 このことをねちゃんと説明すること、本当は必要だというふうに思うんです、それでですねちょっと時間が来てしまったんですけれども、このね、あの副本データの方は、えー、実はですね、えー、個人、特定個人情報を取り扱う、えー、システムとして、個人情報保護委員会の特定個人情報保護評価の対象にしないんだっていうふうにもあの聞いてるんですよ。 であの一方でですね、あの今度、戸籍法の改正っていうのは、その今言ったそのあの身分情報のデータベースだけじゃなくて、誰と誰が婚姻していたのかっていう身分関係の。 これもです、ね、データベース化するっていう戸籍法の改正が今、この,ここの国会であの審議されて、え今日あたりでしょうか、あのえー、あ法務委員会で、えー、審議されているところなんですけれども、あのー、こちらの身分関係の情報データベースの方は、個人情報保護委員会の評価の対象になる、ところが、副本データベース、戸籍情報そのもののデータベースについては対象にしない。 こういうことも言われてるんですね。ちょっともう時間になってしまいましたから、あの、ごめんなさい。指摘だけに留めたいと思うんですけれども、こういうですね、非常にセンシティブな情報までも、マイナンバーに紐付けができるんです。もちろんマイナンバーそのものを振らないですよ。でもマイナンバーそのものに紐付けしていくんです。そういうデータベースを作るんです。だけど、個人情報保護委員会の様々な評価の対象にもしないと。 非常にさまざまな不十分なあの点を持ったまま、ですね次々にデータベースを行って、次々にマイナンバーに紐付けする、このようなやり方は、私はあの改めて立ち止まって見直すべきだと、このこと申し上げて質問を終わります。はい 他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めます本案の修正について八田さんから発言を求められておりますのでこの際これを許します